玄関前にいるビオラですが、シーズンも終わりなんで処分しようと思います。準備するものは培養土と空のプランター。本日5月22日、暑くてたまらんからねカメラ用にパラソル置いてみた。こんにちは、リカです。ビオラからマリーゴールドに変えます。忘れ物をしました。大事な大事なマリーゴールド。さて始めます。鉢から苗を抜きます。これは鉢底石。こういう作業をしている時ってぼーっとしてて何も考えてない無心ってやつかね。無心になれるからガーデニングってストレス解消になるんかもしれんね。では時折早送り入れてきます。12鉢分のビオラを抜きました。抜いた苗を整理してきます。苗の土を落とします。落とした土の中に根っことかあれば取り除きます。あらがたゴミを抜いた土です。と言いながらこの苗をゴミにはしません。鉢底石代わりに赤玉大粒を使ったりもします。鉢底石をセットして培養土を入れます。マグアンプとオルトランを入れます。苗を入れます。培養土を入れ整えます。10鉢分できました。ちなみに古い土は再利用しています。工事中でございます。急がぎここは土の再生工場。苗、枯れた苗とか葉っぱたちを土の中に埋めとんがね。で、込みぬかまいて土再生させてます。玄関前の花台にマリーゴールドを設置しました。これで植え替え終了です。ご視聴いただきありがとうございました。また見てね。